ここの池、横湧き水がね流れてるんで川あるんで、そこから水を引いて、ここに水を溜めて、あれ池やってるんですよね。で去年からビオトープやってるんだけども、どうしてもね、あの冬越しの準備しっかりやったつもりだったんだけども、青森の冬厳しかったらしくて、もう全滅しました。で残ったのが彼らの子供たち2匹、まあ、現金泳いでるんだけども、で規模縮小して今年はやっていこうと思って、家の方はで代わりにこっちの方であれこの整備を一緒にやって、でここの池を素晴らしいビオトープにしようという計画を立ててます。でここにメダカ放とうかと思ったんだけども、やっぱ自然にね混ざっちゃえばさ、またここあっちから排水で出てまた小川に戻るんで、そのメダカがね野生に入っちゃえばまずいなと思って、やっぱやめてと、大きい金魚と鯉がもう泳いでるんで、それに食べられるとダメだから、メダカは放たないつもりです。でここの、ね、これも東屋のゴミがねこう浮いてたんだけど、浮いてたの引き上げて置いといて、この東屋も解体してまず掃除してきれいにしてから、ここの整備、まあ、個人的にやれることいっぱいやってさ、行きたいなと思います。今日はいないね。ここにさ、こないだね、日本ザリガニがね入り口にいたんだけど、今いないね。近く探してもいない。オタマジャクシは、オタマジャクシ、これ全部オタマジャクシだ。俺の影になってるところ見やすいかな。ほらほら、オタマジャクシ。こいつはみんなカエルなんのかね。恐ろしい量だな。まあ、日本ザリガニの映像ね、また別にあるから、それ編集で入れときたいと思うんで、まあ、よろしくお願いします。これからもまた見つけたらね、面白いこと見つけたりなんかやるときは動画にしていきます。でここがね水が入ってくるところ。うわっ、入っちゃった、滑った。すごい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 、ほらほらほら、ザリガニザリガニ、日本ザリガニ。これちょっと俺引き手が今使えないから、ちょっと待って、向き変えよう。よいしょ、この池にも来てるんだね。あのこの水を引いてる小川で日本ザリガニが生息してるんだけども、それがここの池の中にも移り住んできたみたいで、取れるかな俺、触って大丈夫。ごめんねごめんねごめんね、ほら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 、すごい暴れてる。生きてるよね、ちゃんとね、元気だな。ね、こういう貴重な生き物がいる場所なんで、やっぱこういう場所を守っていくのね。